ということで、はい、この時間はゲストコーナーです。今日のゲスト、アイロンヘッドのお二人です。どうもよろしくお願いします。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 ナポリ君がすごい変だっていうのをすごい言うんだけど、だから変だ。私はすごい好きなあの登場の、ほら登場の話して、登場の話、学生の時とかに二人で河原で待ち合わせしてたら、うん、ナポリ君が川から流れてきたっていう、うん、そんなわけない。そんなわけないと思うじゃないですか。それよ、登場の話だ。私も大好きで、それ待ち合わせ、いやいやいや、あと木の上の話。いやどれ、木の上の話どれやったっけ。ちょっと待って、川から待ち合わせしてる時やろ。待ち合わせしてる時に、大阪城公園で待ち合わせしてる時に、あれ待ち合わせのところにナポリがいないなと思ったら、あの木の上からおー辻っつって。漫画の主人公じゃん。なんか自然と同調したいんでしょうね。同調したい、人ごとみたいになんか自分のエピソードが自分のやつなんですなんでそういう子なの、もともと。いやでもなんかその登れるんかなとか、その何を見てみると、はい、そうです、流れたろとか。いや絶対やめた方がいいよ。いやそれ若い時ですよ、本当大学生の時ぐらいに、うん、それ登場の話っていうタイトルとしてた。登場の話、ね、同期なんだね、ケイちゃん。そうです、ケイちゃんと同期で、じゃあ山添はちょっと下の後輩なんで、はい、山添は一期下ですね、そういうことだ、はい、うん、なんで昨日あのライブが一緒やったんですよ、ケイちゃんと、はい、昨日何のライブ、あの渋谷のわらむげっていう、はい、ちょっと無限大通常寄せみたいな、うん、でケイちゃんが明日私もいるよって言ってくれた時の安心感たらなかったです。あとこんなに天気予報読むのうまいんやと思います。アナウンサーみたいに一面でしたね。天気予報読んでるケイちゃん、安心感ありますから。じゃあもう20年、まあ、15年ぐらいか。でも大阪の同期なん で、 そうです、ね、東京に来てからですね。そっか、東京に来たのは何年前、うん、6年前、6年前、6、7年前経つんだよね。あ、そうなんですよ。でもその前からね、よくこうテレビとかも見て、なんか歌ネタ王とかもね、あ、歌ネタ王、はい、ね、あの花輪さん審査員でいて、そう、花輪さん審査員の時も出てた。ラジオショー2回目でしょ。え、いや、中川家さんの方は1回出て、そうだ、初めてですね。ナイスさんの方は初めてです。でも笑い芸館とかで何回も。はいはい、そうですね。そうなんですよ。ね、もうそれちらっと調べてたら、それがちょうど6年前ぐらいご一緒させてもらってたんですよ、ナイスさんと。東京来たばっかとか。その時のお二人の今年齢と一緒なんですよ。ああ、そうですか。はい。今だから6年ぐらい前って37ぐらいでしたね。そうですね。だからもうそのめっちゃ変な感じがしてて、その。ずっとベテランのそのお兄さんの感じがする。あ、そんなことないですよ。もうあの年になったんかと。なんかちょっと弱いだろ俺たちだって。そういうやつ人いるだろ、もっとナイツさんの年になることあんのかって。もっといそういうのね、なんかすごい先輩であるけどね。いやいや、俺たちそんなちょっと弱いって。そんなことないですよ。でももう腰痛いんでしょ。腰めっちゃ痛いです。おとつい自転車のスタンドをカチンってやったらピキってなって、だからそういうことしないでしょ。そうそうそう、怖いよね。めっちゃ怖いです。はい、もうちょっと今安静に。病院は行ってないんですか。なんで行かないの。なんか病院ね、僕今別で5個ぐらい通ってて、もうこれ以上増やしたらよ、思って。各専門医がアレルギーだのなんだの、あ、もうよう言ってるんで、もうそう、こっちの方がなんかこれなんだね。でも優先順位的にはだってこれは行った方がいいんじゃない。いや確かにそうなんですけど、それはね、アレルギーもアレルギーもでも高いから優先順位。いやそうなんですよ、アレルギーで今中指の骨も折れてるんですよ。そういう瞬間も若いところ。でギターじゃあ大変じゃん。いやだから今だいぶ良くなってきたんですけど、今ギターはなんとか弾けるようになってきて。何で折っちゃったのそれ。中指、これがちょっと恥ずかしいんですけど、そう、楽屋でボクシングして遊んでて、なんでだよ。ほんで折っちゃって、で37にもなって、お医者さんにもなんで折ったんですかって言われて、いや一応ボクシングで折りましたって言って、試合ができるようになるまでは5週間かかりますよって言って、一応もう恥ずかしいんでボクサーとして診断を受けていますボクサーだと思われて、芸人が遊んでてるから恥ずかしいんで。そうだね、ナポリのエピソードやんそれ。そうなんですよ、そうなんですよ。ナポリのエピソードにして川から流れてきたとか言ってますけど、こいつも37でボクシングしてますから。まあまあ変なやつだ、ナポリともうちょっと深いとこのやつな。そうなんだ。その海行ってもこう波打ち際でこうコロコロしてて、何してんのって言ったら、そのやっぱ波に身を任せてるとか、その自然と一体になりたい。間違えたやつが多いのよ。
なんだそれ。気をつけないと。でもやっぱり自然が多分好きなんでしょうね。生まれは、はい、生まれは大阪です。え、島とかじゃないの？いや、島とかではないです。自然で生まれたとかではない。ではないです。本当に、はい。のんびりとした。家での、一人暮らし？あなた。一人暮らしです。家でどういう格好してますか？普段。家ででも裸の可能性ありますね、確かに。可能性。だから俺のあの一緒に住んでる静岡と一緒だよ。奄美大島で。はい。義理のお父さんね。自然で生きてきた人だから、もう今ずっと日光浴しかしてない。太陽に当たってる時が一番幸せだっつって。いや、わかります、わかります。なんとなくそれわかります、ほんまに。だからもうね、芸人だけど、定年みたいな年になったらそういう生活になるかもしれない、うん、だから今、その劇場ぐらい1時間ぐらいあるんですよ、うんうんうん。歩いて行ったりしますもん。歩いて、はい、はい。確かになんか変わったおじいちゃんみたいな人。本当に。いや、でもこれを言ったんですよ。劇場まで歩いて行ってるって言ったら、うん、そしたらケイちゃんも私も歩いて行く時あるよって言ってたんで。ちょっと違うよね。私は本当健康のためですから、たぶん。その時、もう財布も携帯も持ってない時あるんです。ああ、やばい ね、それは。どうするの？買いたかったら、コンビニとか寄るの？寄れないじゃん。とか、電車でちょっと急いで帰るとかっていうのは、うん、できないじゃん。できないです。もう、だから絶対にそのスケジュールだけは覚えて、頭の中に入れて。これ、この仕事終わったらもう何もないからっていうのでやっていきます。プラス、水筒とかを持ち歩いてるんで、うん、もし喉が渇きすぎた時水分補給は考えてる、はいはい、そうです、絶対水筒持ち歩いてる、小学生じゃん、もういや、もうそうそう、金なくて水筒だけ、はい、魔法瓶にめちゃくちゃ氷入れてるんでカランカランカランって言いながらそれで歩いてくる、歩いてます、なんか少しずつケイちゃんの言ってたことが分かっていたかもしれない、スイカ1枚見えればいいじゃん、うん、いや、まあまあそうなんですけど、さあじゃあね、一旦 CM でこの後もアイロンヘッドのお二人、はい、お話聞いていきます、ネタも披露していただきますので、はい、よろしくお願いします、お願いします、お待たせしました、毎日2時台最初はザ・ゲストショーと題してゲストと一緒に笑いをお届けしていきます、本日のゲストアイロンヘッドのお二人に、それではここでネタを披露していただきます、はい、どうぞ、どうもー、アイロンヘッドです。よろしくお願いします。ですね、綺麗な公衆トイレなんかに行きますと、はい、乙姫っていうボタンがあるじゃないですか。あ、ありますね。プライバシーを守るためのボタンになってるんですけども、それの僕ちょっとオリジナルのサウンドをちょっと考えてきてるんですよ。おー、なるほど。はい。なんで今日ちょっとそれを電波で流すことによって、ちょっと広まっていったらいいなと思ってるんですよ。あ、いいじゃないですか。はい。いいじゃないですか、ね。トイレに入った感じで、はい、あ、恥ずかしいってなったらそのボタンを押してください。あ、わかりました。そしたら私がその音をやりますので。オッケーです。はい、よろしくお願いします。急に燃え落ちてきたな。あ、公衆便所、ほら、入ろう。ガチャ。ガチャ。ガチャ。はぁ、間に合った。あれ、こんなとこに乙姫あるんや。ちょっと押してみようか。ポチ。君の恥ずかしい音、僕が消してあげる。何も気に出さない、思い切りすればいい、カモン、やりづらいってこんなアップテンポやったら一日一度は誰でも悪くもさ、あ、乗ってきた、え、ちょっと待って、これ外でおろ、生歌な、俺、思い切りすればいい、神は足りてるか、ガチャ、開けたあかんって、開けたあかん、恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい、ちょっとガチャ、鍵閉めてんのに、音が響いてる間にすませんガチャ、なんで開けれるの、ちょっと待って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 、ララ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 だ、うまいなぁ。えぇ、ー、ララ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 ラ、終わった、よかった、足りないようでしたらもう一回押していただくとまた始まりますので、いや、押すか、もうええわ、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ね、アイロンヘッドの2人です、ありがとうございました、さすが
うん、NHK 演芸大賞ね。いや、またこれしてくれてはるんですね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。こういう、だからその、もうオリジナルソングめちゃくちゃあるじゃないですか。うん、いやいや、もう、はい、ありがとうございます。まあ、辻君が作曲もしてるんですか、うん、そうですね、はい。自分で。作曲して、まあ、アイディアはちょっとナポリ君が考えてくれて、まあ、そうなんで、これ、なんか曲つけたらいいんじゃないか、みたいなことを言いながら。なるほど。はい、ちょっと作らさせてもらってます。はい、ちょっと岸君呼んできてさ、あのドキドキキャンプとコラボをさせてもらいます。そんなさせてもらえないトイレのさトイレのやつあるけどね。トイレのネタあるけど確かに、 確かにコラボしたいですね。いろんなトイレの方とジャックババアジャックババアと乙姫のコラボ。あ、そうなんだ。強いね。昔からそのギターやってたもんね。いや、まあ、そうですね。大学の時にギターを始めて、まあ、バンドを組んで、まあ、遊びでずっとやっててみたいな、はい、延長でという感じですね。はい、はなんでそれで芸人に。うん。そんなうまくなんないでしょ、普通。ね、全部できるもんね。そう、全部できるんだよね。一応、まあ、ベースと、あと、まあ、ピアノとか、なんかそういうドラムとか、そういう。他の楽器も。そうなんですね。もともとピアノをやってて、でそっからいろんな楽器をちょっと練習したんで、うん、はい、それでなんかいろいろできるからなんだですね。はい、なんでその芸人になろうと思ったの？あ、なんかそのこういや仕事にした瞬間なんかそれこ怖なってきてなんか嫌いになってまうんちゃうかなと思って。あ、音楽が、うん、なんか遊びながらやってるぐらいの子がなんかバンドのメンバーがすごいみんな揉めてるイメージがあって、あ、方向性のなんか楽しいこう過ごしていきたいなと思って。音楽に関しては楽しい。でも今楽しいナポリ君でやってるアイロンヘッドは楽しい。いや、そうですね。そうだ、はい、方向性合ってないだろう。絶対方向性合ってないでしょ。まあ、スネコの歌ネタに関しては全く方向性合ってない。確かに。最初は歌ネタ以外もやってたの？はい、最初は何？はい、もともとずっとコントやってて、うん、で、そのコントの中に、うん、ギターを弾くコントもちらほらあったんですけど、そしたらこう、歌ネタ王が始まったんで、うん、で、じゃあ、それも一回ちょっと出てみようか、みたいなうちになんか、うんうんうん、あ、ギター弾けるんや、じゃあ、歌ネタいっぱいやってよ、みたいなとこからちょっと歌ネタをなんか量産するようになっていって、みたいな感じですね。なんかさ、そうだよね、歌の感じじゃなかったよね、はい、昔。あ、そうそう、昔は。髪型とかも全然なんか、僕坊主でしたね。坊主だったよね。はい、そうです、そうです。あ、そう。そうそうそう、はい、アイロンヘッド。そんな頃から。うん。で、普通にだからもう歌ネタじゃなくて、はい、コントで面白いみたいな感じだった。いや、嬉しいな。いや、しますけどね。うん、いや、そう、だから前回のその、うん、なんか番組でなんかお会いした時も、うんうんうん、いや、もう歌ネタじゃなくて別のネタにしてくれよって言われた。めっちゃ頭残ってて。話いつだ？今日も歌ネタでお願いされてるからちょっと気になる。いや、そんなこと、外前。外前。そう、1年ぐらい前の話ですよ。1年ぐらい。なんか、歌ネタ縛りみたいな番組あったんですよ。なんか、なんか、BS かな。BS かな。それでお会いした時に、花輪さん言ってました。あ、そうなんだ。歌ネタ以外頑張った。あったっけ？ありました、ありました。誰が出てたの？僕らとジョイマンさんと、あと一組誰やったかなんか3組ぐらいネタ見て、演芸館の新しいバージョンか。そうそうそうです。あんまよくわかんないですけど、そのバックが真っ白でした。ああ、じゃあそうだそうだそうだ。そこは謝りました。終わる前のね。大塚家具状態ですから。東洋館から移動して。変えた瞬間におかしくなって。速攻終わったんですよ。お笑い演芸館プラスね。そう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 。大塚家具のね。あの時か。あの時だね。ああ。いや、そうですよ、そうです。ね、めちゃくちゃ暑い。ちょっと、いや、暑いもん。でも、せっかくやね。皆さんが良かったら着てるし。ナイスさん寒がりだから。いやいや、全然。大丈夫、大丈夫。僕は暑がりなんで。下げましょう、ちょっと。すみません。ありがとうございます。一緒に汗拭いた。これ書いてますよ。ずるいぞ。書いてますよ、汗。もうその、汗ないやんけ。めちゃくちゃ汗書いてますよ。書いてないって。ほんと書いてます、書いてます。嘘つくな、お前。なんか仕事したふりさせてくださいよ。東京は慣れましたか？ 6 年ですか？さすがに6年住んでたら慣れまして、うん、やっぱこのケイちゃんにはすごい恩があるんですよ。何？来たっての時からもうなんか、うん、じゃあここ旅行行こうとか結構ツアー組んでくれて、ケイ、ね、ちゃんがしおり考えたんだ、うんうん、まあ、大阪からなんか誰か同期とか来ると結構ちょっとこうどっか行こうかみたいな、うん、東京案内してくれるんだ。あ、
東京でもなかったけどね。まあなんかでも関東やったらいけるなんか海岸とかなんかある、ね、こんな3000円で電車もマグロ丼も全部食えるプラン僕はそこに行けちゃうって、そういろいろお得なプランを知ってるどこに行ったの。三崎マグロキップっていう三崎港、三崎の方に、うん、神奈川 の、うん、その3000円ぐらいでもう全部交通費も、うん、なんかいろんなものも全部含まれてるパックのやつがあって、うん、それでなんか遊んだりとか。よく知ってんねそんなの、ね、調べ魔なんで私めちゃくちゃ調べるんでめちゃめちゃ面白そうじゃん、うん、それどこから集合していくの。どっか品川かな、品川集合かな、京急かなんかで、はい、京急乗って電車で行くんだ、うん、で行って向こうで、ま、マグロいっぱい食べて、で海入って、海入んの。入ります。はい、で温泉も入ったな。あ、入ったっけ。入った入った。あ、じゃあ、付き合った。付き合った。付き合ったじゃないですよ。このノリでね、はい、デートだったら面白いね。デートプランやったら。ちょっとダンスの面影あるもんな。ないよ。ないよ。ないでしょ。ないよ。ないでしょ。どこまでです。ダンスの面影あるもん。ないでしょ。ないよ。そんなに言い切らんでもいい。で、ナポリは誘ってないんでしょ。ナポリは誘ってないですけども、劇場で喋る率で言ったらすごい高いです。うん、なんか女の子とよく喋ってるよね。俺だから多分ほんまになんていうんですかね、うん、女の子しか喋ってくれないところもあるかもしれないですね。そんなことないと思うけど。なんだろうな、うん、この女性の方が優しく僕に接してくれる可能性が高いので。なんか言い方がかまいたちみたいな。ちょっと難しい。女性の方が僕に接してくれる可能性が高い。高いので、はい、どういうことですか。ちょっとよくわかんないですけど。変な言い回し。なんかそのなんていうんですかね、男性の方ってなんかこう。男性の方って、ね、芸人仲間のことですよ。はい、そうです。どういうかしこまり方なんですか。なんかその横柄まではいかないけど強い口調で喋ったりとかするじゃないですか。うちの年少の娘が今悩んでることで。男の子の友達が強くて学校行きたくないって。あ、それがちょっと嫌なんだ。なんかそのどこでこの人嫌いとかなんか強い言葉を発してくるんだろうとか。って思ったらやっぱり、あれやっぱ女の子の方が、はい、優しい言葉をかけてくれますね。楽屋での過ごし方がすごい対照的で、うん、もう辻井くんはもう本当にようっていうか、なんかギター弾いて本当周りにみんな集まってきてみんなで歌ってて大合唱してたりするんで、でこの曲いけますみたいな、ちょっと待ってなっつって弾いてみんなで歌歌って、あ、昔の大学生みたいな。吉本ってんな、なんでか楽しそうだろ。なんでそんなこと言うんですか。あんな毎日キャンプファイヤーみたいな感じないですよ。本当に青春みたいな感じ。1本目と2本目の間熟女ドライブしてる人に言われたくない。本当です。熟女会館の外で、ね、熟女探して楽しく歌なんか歌って。なんでそんなこと言うんですか。そう、青春。そうなんだ。で森くんは一番奥の楽屋にいて、うん、まあ、私とかも割とそういうタイプなんで、そこでなんかあのお話ししてるみたいな、ね、うん、あ、なるほどね、うん、あ、そういう感じなんだ。結構対照的にね、うん、して、うん、何してる時が楽しいの一番。なんでしょうね、料理とか作るんで、ご飯作るの楽しくなってきましたね最近は。料理、ね、あ、なんか女子力高いじゃない、ね、なんかね、うん、そのお弁当ってあるじゃないですか、うんうん、でもその中でも自分の嫌いなもんって入ってるじゃないですか、うんうん、そうじゃなくてやっぱ自分で料理って自分の好きなもんを好きな味付けでできるんで、うん、最高っすね。当たり前やんけ。考えても皆さんいませんでした今のところ。やっぱ最高っすよ。それ気づいた。はい、それ最高じゃん。そっか、最高だと料理は。え、でも例えば崎陽軒のお弁当だったらないじゃん、もう全部美味しい、全部美味しい、全部美味しいです、全部美味しいです、うん、ああいうのは、ま、珍しいんだ、うん、だからたまにそういうお弁当をもらった時は本当にありがてえなって思います。わかります、このありがてえな、本当にこれはてな、こんなシューマイを俺にくれるなんて。蒸すは僕まだできないんで、やっぱりその蒸し料理、はい、蒸し料理はあんまできないんで、蒸すって思います、蒸すって思います。で自分であのお弁当作って持ってくんだ。はい、あ、一人暮らしで。何がやっぱ好きなの。お魚を焼いたりとか、あとはそのふりかけとかが結構その自由に選べて楽しいですね。選べるって、はい、選べます。そそうカスタマイズ、カスタマイズできる。そのお弁当って自分の好きなものを。いやふりかけはふりかけは別に何でもいいから、かかってないバージョンだったって、はい、親が何個かつけてくれて、はい、うん、でももう大人だったらもうのりたまでもいけますし、おかかでもいけますし、最高じゃないですか。カスタム、カスタムできる。料理に目覚めたんです。ふりかけなんだ。やりたかったことが。
きなふりかけベスト3は、ね、いやだからその混ぜるタイプの混ぜ込みご飯的なやつはめっちゃ美味しいです。あれ前酒ね、酒わかめみたいな。そうですそうですそうです。あとちょっと梅とか入ってて今やったら酸っぱいというかそういうやつがやっぱ美味しいですね。酸味効いてるやつが。わかるわかる。いや揚げ物とかも作るの自分で。揚げはでもその冷凍揚げとか冷凍とか蒸しとか揚げとか蒸しとか言うんだよ。冷凍使っちゃう。お弁当の時はやっぱ冷凍でちょっとサボっちゃいますね。あ、そうなんや。冷凍のね、子供に作ってる親の親の言い方になってるんだ。いや時間ない時はちょっとやっぱ冷凍自分でだから好きな弁当を買った方が早くない？だったら。あ、だからカレー食いたかったらカレー食いだけ買えばいいじゃん、うん、はい。でもなんかその好きな味をもっとこう自分の味にしたいというか、うん、家で作れた方がいいじゃないですか絶対に。好きなタイミングで食べれるし、うん、ああそう。いやこれ以上言うと殺されるもう確かに僕もどんどん熱量折れる気もこっちもなかったんで男だからさ当たりが強いの男だから揉めそうでしたね。女子はもうちょっと手前であそっかーって巻き上げるもう促す優しい人ばっかりになっちゃうんだなじゃあ周りが。藤井君は一人暮らし。僕はあの奥さんと住んでます。あ、もうご結婚されてて。はい、そうです。2年前に結婚しまして。あら、はい、新婚じゃんまだ。いや、まあまあそうですね。はい、はい、どこで知り合ったんですか。岐阜ですね。珍しいね。はい、岐阜に行ってたまたま知り合ったの。そうです。岐阜の営業で、うん、バザーをやってる人でした。え？え？はい。岐阜にはその辻君は仕事で営業で行って、仕事ではい行って、うん、でそれでお手紙もらって、うん、でそれで付き合ってその結婚しました。うん、ええー？はい。バザーの向いての人だったの？あ、そうです。うん、なんかね、声かけてきたんだ。あ、そうです。もともと知ってくれてて、もう二度と会われへんと思ったらしいんですよ。ああ。そんな、まあ確かに岐阜なんか行くことないんで、うん、まあ。ありがとう、言うてそのまま付き合って、もう結婚しました。何がやっぱり、歌が好きなの？やっぱり。何やったんですかね？わかんないですけど。珍しいよね。あ、全部計算してたのかな？いやー、どうなんですかね。たまたま、もう、運命でしょ、うん、もうたまたまですね、だいぶど田舎の方まで行くのか。バザーで待ち受けないでしょ、だってなかなかね。確かに、ね。うん、待ち伏せする。いやーとはなったらしいんですよ、そのチラシみたいな。うん、ああ。うわ、アイロンヘッド来るって。はい。で、ずっとアイロンヘッドのこと好きだったんだ。なんか知ってはくれてたみたいですね、それで。へー、はい、あ、そう。ありがとう、言って。結婚式とかできなかったんじゃないの？できなかったですね。もうちょうどコロナ禍やったんで。2年前ね。はい。まあでもなんか恥ずかしいんで、全然いいんですけどね。うん、恥ずかしい。はい。結婚式めっちゃ恥ずかしいじゃないですか。いや、でも、楽屋でボクシングで骨折するよ。結構恥ずかしいですよね。どっちの方が恥ずかしいか。それも恥ずかしいんで、ボクサーとしてやってるんで、隠してるんですけど。容易にはボクサーだし。この後。違うところで腰痛めたんじゃないのか。いや、ちょっと。昭和を。なんでその噂流すの？CM 来たから。CM 次の後も相手がのお二人お付き合いいただきます。さっきはアイロンヘッドのお二人をお迎えしております。ちょっとメール来てるんだけど、メールね、はい、気まぐれスイマーさんです、はい、辻井さんは、はい、博多の塩二代目声優オーディションで、はいはいはい、特別賞になってるということですけど、今の博多の塩の CM の声って辻井さんなんですか？博多の塩の二代目オーディションって何？博多の塩っていうのを、うん、なんか2年前に、うん、あの声優じゃなくて、もう新世代の博多の塩というやつをオーディションしようという企画がやってたんですよ。で、僕一応その動画送って投稿したんですよ。うんうん、そしたら、なんかその、まあ、グランプリには選ばれなかったんですけど、うんうん、なんか特別賞っていうなんか6組ぐらいのところには、なんか入れさせてもらえて、はい。それもシンプルに博多の塩をこう叫んで、それを送ったの。いや、なんか、うん、博多の塩っていうのに勝手に A メロみたいなのつけて、で、それセットで送るなら、なるほど。はい、アイデアショーみたいな、ね。はい、みたいな感じで、はい、いただいて。なんで僕の声ではないですね。グランプリは別の方なんで。でももう二代目になってるんだ。博多の塩。二代目になってるんじゃないですかね。あの、はい、歌手の人もいらっしゃった。その、本当の初代の人。
初代それわかんないか。もうネットでのやり取りしかしない。ネットでやり取りなんだ。はい。俺一回ゲストで来てくれたこの地元のローカル番組に。この声優さんですか。声優さんじゃない、歌手の方で博多の師匠。歌の、あ、歌手だっつってたね。歌手。うん。言ってたでしょ、ラジオショーで。はい。そうだ、それは初代の人か。めちゃくちゃ博多の師匠とか持ってんの、常に。あ、もうちゃんと。で、めっちゃ、何にも振らないのに、めちゃくちゃ言うの。博多の塩で、おなじみの何とかですけどもね。もう自分からも分かってる。めちゃくちゃやってくれる。求められてることは分かってる。だから、声優さんでもその人でいいのにね、二代目ってあんまこういうのないよね。確かにね。ちょっとまあ、話題にしたかったんだろうね。やってたから、そういうやつです。なんで僕じゃないですよ。はい、気をつけてください。こういう CM ソングとか、もともとみんなが知ってるようなソングのネタみたいのもあるんで、うん、ああそうですね、はい、あの A メロ勝手に作ってますよシリーズみたいなのがあって、なるほど、聞きたいなそれ。あ、いいんですか、うん、歌って大丈夫なんですか。大丈夫ですよ、大丈夫です。歌ってくれる、うん、いつもなんかそんな急に頼んで、あ、そうなの、はい、多分大丈夫だと思うよ。いますか、じゃあ1曲、うん、はい、A メロ勝手に作ったシリーズ、うん、じゃあいきます。 A メロ勝手に作ってますよシリーズです、はい、安らぎを与えるよ疲れたあなたにぬくもりを大きな声で叫んだ後には蜂蜜金管のドアすごいみたいな、これさめちゃくちゃ本当絶対仕事増えるよね。そう思いますよね。そんなことだってこんなのできたらね、うん、絶対そういう歌であってほしいもん。そういう歌で金さんのダメの前は辻井くんめちゃくちゃ仕事でナポリめちゃくちゃ仕事減るよ。減る僕減るんですか。また散歩の時間増えるじゃないですか。関係ないじゃん。だからやることあるやん散歩。だからこれ寄席でこういうのを披露した時ツッコミどうしたらいいか分かんないんですよ。なんか隣でずっと拍手するんか、なんか違うだろうも違うじゃないですか。伸びてるのも違うもんね。本人が歌うしね。そのひどい時なんか、はい、そのなんか権利的にあかんのちゃうか。正解があるんですか、これ。なんかこうでもなんか寄せだとファサーって拍手が起こるんですよ。でそれをなんか俺仁王立ちでグッて待つか、うん、なんかいやそれお前訴えられたらあかんくないみたいなこと言うか。最後晩年の基礎さん中じゃねえかそれ。謎掛けの横でリアクションにしたいしね。ダブルコロナあと1曲ぐらいなんかありますか。ああ、 いいですか。すいません、なんかすごい好きだからこれ俺、うん、じゃあ行きます。窓から差す光ぬくもりを感じるあの日が懐かしい。ミルキーはママのそういう曲みたいだもん。あ、いやいや、ありがとうございます。いや、そんな風に言ってもらえて嬉しいですね。あの普段はやっぱ歌えられるぞって言われてるね。でもやってる時はずっとナンプリンは優しい目で見てる。歌えられたら負けちゃうわって言われてる。そんなツッコミをするの。あとこの曲をいっぱい聴きすぎてほんまに原曲この曲なんじゃこれって思うよね。本物でそれはかっこいいんだよな。本当にそう思ったらダメこれは。お二人もね出るあのライブのお知らせもあるということで、はい、ライブスタンドですね、はい、はい、これはあとライブスタンド2223、ね、8月19日金曜日から3日間東京での開催から、9月には大阪、年明け1月には福岡に。あれも呼んでくれてた。すいませんいいよナポリ君、はい、続きあのお知らせいただいても、うん、ライブスタンジャーの博多花丸大吉ライブスタンジャー、そんな博多するんやね、中川家、海原康代智子、タカ&トシ